皆様遅くまでご苦労様でございます。この度経済財政政策担当、科学技術政策担当、宇宙開発担当大臣を拝命しました海江田万里でございます。日付も変わっておりますので、ごく手短にご挨拶をさせていただきたいと思います。言うまでもございませんが、現在の日本の経済財政は大変厳しいものがございます。昨日、菅総理からは3項目にわたる指示をいただきましたが、要点は経済の司令塔として元気な日本を立ち直らせてほしいということでございますので、私も国民の生活が第一というこの民主党のモットーにのっとりまして、日本経済の活性化、とりわけ一日も早いデフレの克服、そして景気の自律的な回復に向かって奮骨最新努力をしていくつもりでございます。どうか皆様の力添えを賜りますよう心からお願いを申し上げます。以上でございます。ご質問どうぞ。はい、どうぞ。どうして私が選ばれたのかということは、最初に今朝でございますが、菅総理から電話をいただいたときは特段の説明もありませんでしたから分かりませんでしたが、先ほど9時からの記者会見で、これまで経済についていろいろ研鑽を積んできたから、それを評価してということでございますので、そういうことだろうと思っております。それからこの挙党体制ができているかどうかというのは、これはそれぞれ見る立場あるいは置かれた立場によって異なってくるのではないだろうかというふうに思います。私は先ほど述べましたように、当初は本当にそれまで衆議院の財務金融委員長をやっておりましたから、まだ日も浅かったものですから、しっかりとそこで仕事をやろうかなと思っておりましたが、図らずもこういう立場になりましたので、与えられたところで職責を一生懸命全うしたいとこう思っております。朝日新聞の津田君は、関連なんですけれども、代表選で大臣はですね、小沢さんの突破力に期待したいと述べて、小沢さんの支持を、小沢さんの協力を支持していらっしゃいましたけれども、今後その政権運営や党運営に何らかの形で小沢さんに関わってもらうべきだというふうに お考えになりますか。先ほどもお話をしました、今本当に日本の経済あるいは財政厳しい状況でございますから、やっぱり小沢さんの持っている突破力というのは必要だと思っております。ですから、どういう役職とかいうことはこれは分かりません。しかしやっぱりご本人もお話をしておりますように、本当に一兵卒ですかとなっても自分は協力をすると、民主党政権の成功に向けて協力をするということですので、お力添えいただきたいと思っております。はい、はい、菅さんの経済政策ですね、菅総理の政策では、日本の経済が突然に動かれてしまうと考えています。だから小沢さんを支持したというふうに考えています。で、あと、テレビの番組でもですね、財務省の、影響についてですね、民主主義に対する方が、マインドコントロールされたのかなというふうに思います。これは今のというよりも、私は代表選挙が戦われてよかったと思っておりますが、例えばその円高に対するこの市場介入もやはり論争があって、その中でもちろんタイミングはありますけれども、ああいう市場に対する介入ができたと思います。
それからちょうど、まあ、これはまさに、ステップが3つございますけれども、まず緊急経済対策、これが ああいう形でまとまったのも、これもやっぱり代表選挙の両者の論争というものがあったと思います。ですからそういうものを含めて、それから本当にこれから私も気力でございますけれども、一生懸命やっぱりこの日本の国の経済をなんとかするために努力をするつもりですから、そういう意味では前に向かって前進をしていきたいと、こう考えております。どうぞ。この月例経済報告では、我が国の景気は引き続き持ち直してきており、自立的回復に向けた動きも見られるが、このところ、環境の厳しさは増しているという表現がございます。私はまさにこの講談の方ですね、環境の厳しさは増しているということに、力点を置いた認識を持っているということであります。それからこれについて、菅総理、あるいは野田財務大臣からもお話がありました。やはりこの第一弾の第一のステップのですね、この緊急経済対策は取りまとめをしましたけれども、規模も約9200億円と限定をされておりますから、やはりこれから補正予算が必要なんではないだろうかというふうに思っております。はい、それでは以上をもちまして、海江田大臣の記者会見を終わらせていただきます。ありがとうございました。